はい、それではこの動画から実際にネバーマインドプレイやっていきたいと思います。スタート。お、あ、これは明るさの調整ですね。まあちょうどいいかなと思います。よし、スタート。ローディングは下のバーですかね。あれ、マックスになる前に結構早めに行ったな。お、すでに始まってる感じがします。ちょっとだけマウスの感度が良すぎますねこれ今5ミリぐらいしか、1センチぐらいしか動かしてないんですけど、振り向き1センチぐらいになってるのでちょっとだけ調整します。あ、割といい感じになりました。ほうほう、ここが僕の勤めてる会社なんですかね。なんかいろんなものがある。ニューロスタルジアインスティテュートへようこそ。クライアントですか？従業員ですか？タッチして続ける。こんにちは、ドクター。なるほど。顔認識センサーが僕の顔を認識して、うん、チームへようこそってことで、あ、今日から始まる勤務なのかな？はい、早めに出勤していただきありがとうございます。はい。いえいえ、全然。5分前コードがね、大事だと思うんで。ニューロプロバー。違うな。ニューロプローバーですかね。ん？ニューロプローバーか。ニューロプローバーね。はい。あなたはニューロプローバーとして、クライアントの潜在意識に深く入り込み、あ、これが深層心理に入るってやつですね。高度なセキュリティと判断能力が要求されます。次に ID を確認します。はい。これからあなたは刺激が強く不安感を煽るような場面や状況を経験することになります。そうなの？若干の不安を煽るようなこの文面。心理的トラウマが含まれるシナリオやイメージへの感受性が特に強い方は拒絶反応を引き起こす恐れがあります。自身の経験に対して全ての責任を負っていただきます。わかりました。同意いただけないと続行できません。わかったわかった。スルスル。名前を入れてください。名字がレイヤーですね。で、名前が Q なので、これで ID 登録お願いします。アイストルジアデバイスの装着を確認しました。ふんふんふん。わかりました。アイスタルジア。アイスタルジアかな？うん。ドアのロックを解除してくれます。ほうほうほう。あ、これは全部手続きのための画面なんですね。よし、わかりました。とりあえず何か ID の登録ができたみたいです。雑誌が置いてある。これ他の従業員とかもいるのかな？あー。なるほど。これ何か協力してくれた人の名前らしいです。スタッフオンリー。こっちはなんだ？よ、開かない。ここはまた別の部屋か。スタッフオンリーの方にしか入れない。わかりました。お、でも、いい職場ですね。この人たちは何かわかりませんけれども、ゲーム作った人とかかな。トイレ入ってみよう。ちょっと我慢してたんで。ダメか。お水飲みたい。ダメか。よし。ドア開けて進みましょう。そんなね、ザレ事は、いいんですよ、ザレ事は。まあ基本的にザレ事しか話してないですけどね、僕はいつも。これダッシュできないのかな？あ、ダッシュはできないぞ。シャウ・ジェームズ医師。他にもお医者さんがいるみたい。セクター A には入れない。クソ。自分のアクセス権限が新人だからあまり高くないみたいですね。レベル1みたいなね、感じがします。ここが、ちょっと恥ずかしいけどな。レイヤー9医師って書かれてるのはちょっと恥ずかしいものがありますけど、こっちも一応見ておきます。ダッシュできないのが、まあ、館内をね、走り回るのは良くないか。リチャード先生。こっちはセクター C。B はどこにあるのか。ちょっとわからないですけれども。じゃあまあ、自分の部屋に入りましょう。はーい、ここから、ここからってなんだ？ここが僕のオフィスですね。なんか、どれほどきつい結び目もいつかほどける時が来る。なるほど。
その自分に対していい言葉をかけてんのかな。どんなことでも解決できるよっていうこと。トラウマ、いつ誰にでも起こりうるもの。そうですね。心象世界は知っています。平穏、ストレス、恐怖、不安を。なるほど。あ、冷静になってると上みたいな、なんていうか風景が見えるけど、こうストレスとか恐怖とかね、心配事とかそういうことが起こると、まあなんか世界がぐちゃぐちゃに見えたりするっていうことですね。お、これがデバイス。結構その文明レベルは高いみたいですね。あなたのアイスタルジアレンズです。どこへ行くときも身につけてください。うん、これがスケジュールか。ノートが置いてある。うん、まあ勝手にこんな絵をね飾られてますけど、よし、じゃあちょっと触れてみましょう。ようこそレイヤー医師。はい、ハンドブック、クライアントの選択。クライアントの選択、うん、これはなんかいろいろあるのかな。模擬マインドスケープ、クライアント251。このクライアントのインプリントは現在処理中です。ふんふん、じゃあこれから始めていけばいいのかな。多分そうだな。あれ、英語だじゃあ模擬から始めていけばいいのか。その前にこのハンドブックを読んでみたい気もするけど、ああ、ニューロプローブ、その独自の訓練を受けたニューロプローバーと呼ばれる医療専門家が患者の潜在意識に入り込むことができる最新鋭の医療技術です。なるほどね。マインドスケープ、こういろんな、なんていうか時代背景とかそういうものを保管してくれるコーナーみたいですね。うん、そのニューロスタルジアインスティテュートの非営利団体。そうなのか。なるほど。じゃあまあその非営利団体で働いていきたいと思います。じゃあ模擬からやっていきましょう。ありがとうございます。模擬のインプリントを起動しました。ニューロプローブを開始できます。これなんか機械に入るのか、なんかそんな気がしますね。機械なのか、これは普通の植物か。よ、何にしてもいいところですね。職場としては最高かと思われます。なるほど、こういう機械に入ることでこう誰かの深層心理に入り込んで、あ、なんかちょっと酔いそう。なんかすごい不思議な感覚になった今。模擬は新任ニューロプローバーが実際にクライアントの治療を始めるにあたり万全の準備を整えられるようニューロスタルジアインスティテュートが開発した模擬診療用。あ、はい、わかりました。うん、何をしてもダメだったんです。I guess that's why I'm here. うん、 so, if I just talk about my troubles, そうですね、まずはあなたの問題について教えてくれればその治療に役立つことがわかると思います。うん、多くの原因は私の幼少期にあるのではないかと。ですからそのあたりの話を始めましょうか。いや、でも日本語訳はかなりパーフェクトな感じがします。でもちょっと字幕小さいですけどね。双子の姉と父、ドイツの田舎で。There was actually a great famine for much of my early childhood. なるほど。小さい頃、凶作の年が続いてて食べ物がなかったと。I had many happy moments with my family, but the darkest times began when my father remarried. 父の再婚期に恐怖が始まりました。新しい母親はいつも姉と私を叱ってました。正直、ママ母のことは嫌いでしたね。本当にひどい人だったんです。Sometimes she would take my sister and me out for long walks in the forest. なるほど。And then she'd hurry home. それはひどい。My sister and I couldn't keep up. 姉と私を森まで散歩連れて行って森にほったらかしってのはひどいですね。Whatever we could find on those walks to help us get home. I guess. In some ways. 道しるべを残すようなその習慣をつけてきたみたいです。My sister is a real fighter. The kind of woman any girl or boy could look up to.She volunteers to work with various youth organizations now. なるほど、お姉さんは、まあ、ボランティアとか青年団で働いて立派な人に育ったみたいです。そうですね、ちょっと不安について教えてもらえたらいいかなと思います。なるほど、摂食障害っていうやつですね。過剰に食べたり過剰に食べなかったりという贅沢なものを食べるとなんだか怖くて。
My sister has actually experienced similar issues, and it has worsened. お姉さんも同じような感じらしいです。That's not normal, no, is it? We've seen countless doctors about this. 過去のトラウマに関係があるという診断を受けましたが、根本的解決には至ってません。But have yet to help us sort out the underlying source.それで、まあ、ここに来たっていう流れでですね。わかりました。直してあげましょう。何ができるか知りませんけれども。はい。名前は何て言うのかな。あ、でもまあ、模擬か。まあ、チュートリアルみたいなもんなのかな。ガイドを開く。ここからは音声ガイド付き。When I'm speaking,左トリガーを押すことでいつでも指示をスキップできる。音どうですかね。ちょっと声が大きいかな。そんなことないよ。お、でもなんか綺麗なところですけどね。これがもう心象世界なのか。Whether you are speaking with the client directly or neural probing within their mind, 耳を傾けることは重要です。潜在意識のあらゆる部分が何かを訴えようとしていることに気づくはずです。なるほど、自分自身でもそのトラウマの原因が分かんないことがあるってことですね。その全部完璧に覚えてるわけじゃなくって、まあ、記憶が壊れてるところとか、こうおかしなところがたくさんあるっていうことか。それをどうするのかな、考えてあげるのかな。実際に手で触れることができる。うん、あ、これはあれかな、コントローラー入れてるから、コントローラー用の説明がついてる気がします。でもまあ今一応キーボードで操作してるんですけどね。あとコントローラー抜いときますか。よっ、あ、抜いたら変なことに。大丈夫か。大丈夫そう。はい。でもいろんなものが触れる。うん、船触った後はこうくるくる回せるものもあるし、回せないものもあるかな。あ、と思ったら右クリックを押しっぱなしでくるくる回せるんですね。わかりました。よっ、あ、パンのかけらとか船とかよくわかんないものがあります。記憶の写真、写真のようなものを見つけることがあります。これか。うん、かっこたる記憶の瞬間を具象化したもの。心象世界では10枚の記憶の写真が見つかります。心が覚えていられるようは限られているのです。またその全てがトラウマに関係しているとは限りません。なんか難しいこと話してるな。まあ半分ぐらいは偽の記憶であることすらもあるという。なるほど。新しいママは双子の姉さんと僕を嫌っていた。これはまあ正しい記憶なんですかね。あ、取ったら消えた。あー、ここになんだこれ、10枚貼り付けるのか、このボードに。なんかそうっぽいですね。記憶の写真を認識すると、その記憶はクライアントの精神内にはっきりと蘇り、心象世界の安全エリア、普通はニューロプローブの開始地点に出現します。うん、10枚見つけたら、的確に表現している5枚を正しい順番で並べます。順番が合っていれば、クライアントの記憶が完全に蘇ります。難しい。多くのクライアント、真の治療へと導くための鍵なのです。わかりました。でもまあ別にそんな難しい治療じゃないんじゃないですか。とりあえず写真見つければいいっていうことですよね。そうでしょうね。記憶の写真を見つけることが大事。うん、簡単に手に入る写真もあれば、意識の奥底から引っ張り出さなければならない写真もあります。わかりました。あら、ブラッドへ帰ってこないで、ママより。あ、なんかひどい言葉書いてある。ブラッドっていうのが今回の患者。あ、ここに写真がある。
よくウサギのシチューを食べた。へえ。なるほど。これも記憶の写真っていうことですね。でブラッドさんっていうみたいですね。草むらは入ったりできないかな。はい。わかりました。で、いろんなところ。あ、また追加されてる。こういうのを、こんな感じで。あー、並べられるわけですね。だから、ここに5枚並べる感じだと思います。お、じゃあ、ここから入ればいいのかな。なるほど。物語を進めていくと、その状況が変わったりするみたいですね。ドアが開いたりなんかしたりして。ん？閉まる必要はないんじゃないかな。よし。あ、これが噂の森の中か。で、あ、写真発見。姉さんのおかげで僕は夕食の材料にならずに済んだ。カニバリズムニズムか的な常に冷静に。潜在意識は侵入者を歓迎しません。そこにつけ込もうとします、不安や緊張に。できるだけ平静を保ちましょう。あなたが落ち着いていれば潜在意識も穏やかでいられるのです。あ、そうですか。そんなもん。まあ、あ、これがあのブラッドが言ってた石ですね。これを追っていけば、まあ帰れるだろうっていう。ん？大丈夫か？結構脅かすなんていうか文章がありましたからね。ちょっとだけ不安ではあるんですけど、すでに。Here is an example of an especially buried memory. うん。一部のトラウマは暴かれることを執拗に拒否します。しかし心が授けるヒントにそっと耳を傾けていればトラウマは解き放つヒントになりますみたいな。パズルね。触ってみよう。これは色か。色、あれ、これどうやって変えたらいいんだろう。お目の色に合わせるんじゃないのか。な、二つ乗らない。どっか、置ける場所。あ、ちたま、口に加えさせるんだ。手に置くのかなと思った。よっと。よっ。で、白をこう。これで、大丈夫？パズルっていうか、まあ、チュートリアルのパズルだから、そんなことでもないのか。これが、必要に拒否してた、記憶か。鳥は、僕たちのためには鳴かない。はい。わかりました。よっ。あれ、こんなとこに扉あったかな。開きます。ん、どうだったかな。最初から開いてたか。で、僕の記憶があやふやなんですけどうん。お、あら、なんだこれ。お、人形がこう、エキセントリックな形で飾られてますね。こういうなんかありますよね。よくテレビとかで特集される人形の島みたいな。あっ！すいません、茶化したつもりはなかったんで、あんまり怒らないでもらっていいですか。申し訳ない。恐ろしい火事で家は焼け落ちた。はい。ちょっとあれですよ、雲行きが若干怪しい。はい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 。あなたの意識はクライアントの潜在意識の奥底でさまよっています。ニューロプローバーの安全を第一に考えています。それはありがたい潜在意識が離脱したい場合はエスケープキーを押すように指を動かしましょう。なるほど、わかりました。エスケープを押すと、あ、潜在状況の保存、ハンドブックオプション。そうですね、マウスの感度がちょっとまた高くなってたので低くします。よし。